電撃 HP 公式海賊本はメディアワークスのライトノベル系文芸雑誌電撃 HP 電撃文庫マガジンで掲載文庫化に至らなかった作品や番外編を収録したアンソロジー集2003年の電撃文庫から毎年1から2冊刊行されている電撃 HP 電撃文庫マガジンで告知がありそこでの市場通販や メディアワークスの通販サイト電撃やドットコムなどで販売する。また一部のキャラクターグッズ専門店でフェアの一環として、そしてメディアワークスのイベントなどで販売されることが稀にある。そのため購入のタイミングを一すると入手が難しい類の本であるかもしれない。主にイベントで販売された電撃文庫の公式海賊本も扱う。2003年発売。 電撃文庫での掲載順に記載。小説、コミックイラストノベル、イラストパロディ、企画、2004年を発売。電撃 H が H でドキドキ。電撃 P がパロで、イでドキドキ。をコンセプトとしている。2005年を発売。タイトルは、電撃ヘクトパスカルと読む。電撃ヘクトパスカルでの掲載順に記載。2006年発売。 暦の名の通り1年12ヶ月のパロディ小説、パロディラストが掲載されている。2007年4月のイベント、電撃文庫春の祭典で限定発売。2007年11月のイベント、電撃15年祭で限定発売。タイトルの H&P は、始まりピリオドと読む。電撃文庫レーベルで発表している、作家人が書いた自らの作品の 架空の第一話最終回を収録している。2007年11月のイベント、電撃15年祭で限定発売。各作品のヒロインたちのパンチラを集めたイラスト集。2009年10月のイベント、電撃キャラクターフェスティバル2009で限定発売。各作品のヒロインたちのパンチラを集めたイラスト集。2010年9月のイベント。 電撃文庫秋の祭典2010で限定発売。偽の字には偽が当てられテーマになっている。2011年10月のイベント電撃文庫秋の祭典2011で限定発売。コスチュームジャックというテーマのもと、もしもあの電撃文庫のキャラクターがこんなコスチュームに着替えたらという一シーンを原作の著者イラストレーター陣が書き描き、下ろしている。 2012年10月のイベント、電撃文庫秋の祭典2012で、限定発売。イラストレーター陣の絵描き、おろの島パンを扱ったイラスト集。2012年10月のイベント、電撃20年祭で、限定発売。イラストレーター陣の絵描き、おろの紐パンを扱ったイラスト集。2013年10月のイベント、電撃文庫秋の祭典2013で、 限定発売。2、1にまつわる20のお題を電撃文庫作家イラストレーターが書いている。2014年10月のイベント、電撃文庫秋の祭典2014で限定発売。異なるタイトルの主人公2人が対決する、コラボレーションや本編では実現しなかった宿命の戦い、レアバトル、チンバトル、そしてシリーズ10周年を記念した。 禁書目録 vs デュラララ。など、ドリームマッチが満載。2015年10月のイベント、電撃文庫秋の祭典2015で、限定発売。電撃文庫のヒロインたちの水着姿のイラストと、ショートストーリーの小説を収録。2016年10月のイベント、電撃文庫秋の祭典2016で、限定発売。テーマは、 濡れた女の子にしたイラストや小編などを収録。2017年10月のイベント、電撃文庫秋の祭典2017で限定発売。テーマは、裸と脱衣にしたイラストを主に掲載。2018年10月のイベント、電撃文庫25周年記念や秋の電撃祭で限定発売。テーマは、南の島でのバケーション。 とした、開放的なビーチでのひとときや、パーティードレスを着こなしたセクシーなカットなどのイラストを、主に掲載。2019年10月に、インターネット性放送、電撃文庫秋の生放送フェスティバルの開催を、記念して、電撃屋で、先行販売。テーマは、毛も耳で、電撃文庫作品のヒロインたちに、アニマル属性を、追加したちょっとエッチなイラストを、主に掲載。 ありがとうございます。